はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、妖怪ウォッチプラモデル冬にゃんです。はい、妖怪ウォッチの新しい映画公開に関連してついに冬にゃんがプラモ化されました。前回の映画妖怪ウォッチで初登場して、声も梶裕貴さんでかっこいいですし、本編でも大活躍でしたよね。もちろん今回の新しい映画にも登場します。ド根性ストレートエフェクトも入ってますし、プラモデルオリジナルギミックはライダーキックです。ではレビューしていきます。では箱からパーツを出しましょう。なんか妖怪プラモも何気に久しぶりですよね。袋が2つ入ってて、さらに説明書、いつも通り漫画風になってますね。はい、中身はランナーが4つで、パーツがすごい少ないですね。では作っていきます。まずは顔の前後をはめつつ、表情パーツもセット、さらに下半身を作って、ベルト部分は別パーツになってますね。グッとはめ込んで、さらにバックル、ここもカチャッとセットして、あとは上半身のボディ部分と手のパーツですね、両方とも差し込んで、上半身と下半身をはめて、マントパーツをはめる前にここに別パーツをはめ込みつつ、顔を差し込んで体にブスッとセットすれば、おー超簡単。はい、パチ組が終わりました。3分です早いですね。あとは別パーツでライダーキック用の下半身がついてたり、専用台座も付属してますし、エフェクトもあります。ではシールを貼りましょう。目は3種類の中から選ぶ感じですね。今回は普通の釣り目シールを貼ります。あとは額の傷部分とか、にゃん系を作ってるとすごく簡単ですね。鼻と口を貼ればまずは顔は OK で、ボディもそんなにシールがありませんから、体の柄部分とベルトの内側と外側、なんか内側のベルトは仮面ライダーブラックっぽいですね。あとはニャン系おなじみの手足の先のシールを慎重に貼って、台座部分にもシールを貼ります。牛乳瓶の蓋ということは、形造のあの蓋ですよね。下半身の下側にはジョイント穴がありますから、ここに差し込むことで台座として使えます。それではこれでパーツを組み上げれば、完成、冬にゃんです。おー、さすが1年待っただけあって、めちゃくちゃ完成度高いですね。そっくり。ぐるっと見回すと、このような感じになっております。表情パーツ変更とかがありませんから、顔部分の造形が超絶バッチリで、冬にゃんらしく勇ましい感じがすごく出てますね。いや、これは本当に素晴らしい。ちなみにシール貼りは5分で終わりましたから、全部で10分かからず8分ぐらいで完成しましたね。ここ最近の妖怪プラモの中でもかなり簡単な方だと思います。もともと色分けがシンプルな妖怪ですから、パッケージ画像と見比べても省略されてる部分が一切ありませんね。完璧な色分け。可動は首がある程度、パーツに干渉しながらも回るのと、腰も可動します。さらに腕部分はボールジョイントですから自由に動くのと、下半身の形は固定ですね。マント部分も形状固定。マントと顔は別で動きますから、ある程度位置を調整して表情変化をつけることもできます。体の柄を完全に隠すことなんかもいけますね。一応左手も動きますけど、構造上マントパーツが大きいですから、左手の動きはほとんどわかりませんね。ちなみに台座を外すと自立はできませんので、マントを使って立たせるような感じですけど、冬にゃんは浮遊霊ですから、浮いてる方がしっくりきますね。一応目のシールを喜びっぽいのとか、じと目を使うことで、顔の雰囲気を変えることもできます。さらに台座を外して、下半身パーツも引っ張って、取って、ベルトを付け替えつつ元に戻せば、はい、少しだけアクティブさが出ますね。さらに必殺技エフェクトを裏側のスリットを使ってグッとはめ込むことで、
必殺技ポーズもできます。こう見ると最初の通常ポーズとはだいぶ見た目が変わりましたね。さらにこのエフェクトを右足のスリットにグッとはめ込んで、ベルトパーツのバックルを外すことで、はい、プラモデルオリジナルの冬ニャンライダーキックもできます。これは相当ヒーローっぽいですね。他の妖怪プラモと比べるとこうで、大きさはいつもと共通ですね。さらに同じ声のエレンと並べるとこうで、なんとなく似てますかね。はい、ということで妖怪ウォッチプラモデルのフィニャンを紹介しました。10分以下で完成しますし、簡単な作りとは裏腹に本体の出来はすごく良くって、めちゃくちゃ似てましたね。去年の映画に登場した時からプラモ化を待ってましたけど、今回の出来には非常に満足しました。以上、妖怪ウォッチプラモデルフィニャンの紹介でした。